はい、こんにちは、まとめです。こんにちは、平沢です。皆さん、おしゃれな半袖シャツってなかなか見つからないですよね。半袖シャツって T シャツより大人っぽく涼しく着用できるアイテムのはずなんですけど、実は特有の子供っぽさっていうのがあるんで、良品を見つけるのは至難の技なんですよ。とりあえずユニクロの半袖シャツ買っておけばいいんでしょっていうほど実は失敗しがちで、まあユニクロって長袖シャツの方もなかなか良品見つけるの難しかったりするんですけど、半袖シャツってもっとハードル高くてなかなかいいもの置いてません。これってユニクロに限らずで、半袖シャツってアイテム自体がすごく難しいアイテムなんで、まあ、コスパ最強のユニクロであってもなかなかね、マッチ着で簡単に着れるもの、おしゃれに見せやすいものっていうのは発掘しにくいんです。なので今回の動画ではユニクロのカジュアル用の半袖シャツを全部買ってきて一つ一つ紹介します。今回紹介する半袖シャツさえあれば、夏もね、快適かつおしゃれに、そしてトレンドライクに過ごすことができるので、周りから一目置かれること間違いなしです。今回の動画ではこちらの半袖シャツ、実際に全て着用してデザイン、素材、シルエット、サイズ感などしっかりと紹介していくので、ぜひ騙されたと思って最後までお付き合いください。1つ目がこちら、オックスフォードシャツ2990円。まあ、ユニクロが誇るオックスフォードシャツ、長袖、まあ、名作中の名作なんですけど、それを半袖にしたっていうアイテムになっています。まあ、何がすごいのかっていうと、まあ、ちょっと細かい話になるんですけど、糸をね、巫女寄りにしていて、3本の糸を寄ってるんですけど、それってめちゃくちゃ珍しいんですよ。まあ、特徴としてはね、ちょっと詰まった感じになったり、しっかりとした印象を出してくれるわけなんですけど、これもやっぱ張り感もあるし、しっかりとした感じありますよね。なんかタフな表情してますね。その通りです。まあ、オックスフォードの特徴でもあるんですけど、はい、折り方でオックスフォードとブロードっていうのがあるんですが、ブロードの方はもうちょっと薄くて光沢が強いのに対して、オックスフォードの方は若干肉厚で張りがあるような折り方になっています。で、まさにっていった感じで、例えば僕ここ持たなくても袖がパーンって結構がっしりしてるんで、このまま形出る、はい、これがもうちょっと柔らかい素材とかだとこう落ちて潰れていくわけなんですけど、そうならないで自立してるみたいなね、印象になっています。で、ユニクロってやっぱ素材がいいわけなんですけど、このアイテムも素材めちゃくちゃ良くて、こちらのオックスフォードシャツもやっぱ素材に関して言うことないなって思いますね。で、デザインの話でいくと、まあ、いわゆるボタンダウンカラー、襟先がボタンで留められているボタンダウンカラーになっていて、これって何がいいのかっていうと、まあ、襟がね、プラプラしないっていうメリットがあります。代わりにちょっとスポーツライクの印象だったり、カジュアルさがね、表現されるようなディテールです。で、ポケットがついていると。で、後ろを見ると、いわゆるセンターボックスっていう仕様になっていて、ここにね、タックが入っているわけなんですけど、まあ、これどんな効果があるのかっていうと、塊が動かしやすいような、ね、効果があったりします。生地にちょっと余分があるからってことですよね。ここまだ引っ張れるってことですね、うんうんうん、ここに溜まってるんで生地が、はい、っていった、ディテールになっています。そんなに特筆すべきディテールっていうのはなくて、いわゆるオックスフォードシャツの作りのまま半袖にしたよっていうアイテムです、うん、ということで、そんなオックスフォードシャツのシルエットをご覧ください。はい、ということで実際に着用してみました。身長170cm、体重 55kg の僕がサイズ L ですねを着用して、これぐらいのサイズ感、シルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろはこんな感じです。はい、ということで、オックスフォードシャツ半袖のシルエットなんですけど、着丈がちょっとだけね、ほんのり長めになっていて、袖丈も長めですって、袖幅も結構太く見えてると思うんですけど、これ袖幅自体が実際に太いっていうよりかは、素材に結構張りがあるんで、ここ張ってるわけですね。それによってこの袖幅がかなり太く見えていると。で、身幅はまあ普通ぐらいかなといったシルエットになっています。やっぱりユニクロの半袖シャツは難しいですね。難しいよね。まあ、半袖シャツっていうアイテム自体がどうしても難しいアイテムなんで、まあ仕方ないわけなんですけど、オーソドックスなね、作りをするユニクロさんなんで、まあ、なかなか着やすい半袖シャツっていうのはね、めったに出てこないかなといった印象です。というわけで、こちらのオックスフォードシャツ、どんな人におすすめでしょうか。まあ、やっぱ素材すごくいいし、デザインもオーセンティックではあるんですけど、うん、やっぱ着ると結構難しさがあるんで、うん、ちょっとどういった層に向けておすすめしたらいいか、なかなか難しいアイテムかなといったところです。続きまして、オックスフォードストライププルオーバー2990円。はい、先ほどとね、結構商品名似てると思うんですけど、同じオックスフォードになっていて、無地じゃなくてストライプ柄になったよと。で、被るタイプになったっていうところでプルオーバーになってます、はい、プルオーバーって被るって意味なんですけど、うん、なのでボタンが途中までしかないんですよ。ここまで開けて被って着用してねっていうタイプになっています、うん、で、まあ、この後着用する時にもお見せするんですけど、プルオーバーのタイプってね、身幅が出て横に大きくなるような作りの
のものがほとんどで、これもねそれに伴っているんですが、デザイン的な話でいくともう先ほどと一緒ですね。ボタンダウンカラーになっていてポケットがついてるよと、うん、このあたり一緒です。で、まあ、特筆すべきポイントとしてはこのポケットの柄とボディの柄が重なってるんですよ、綺麗に。まあ、これって結構難易度高いことなんで、はい、まあ、ユニクロの価格帯でこれちゃんとやってくれてるっていうのは割と嬉しいなって思いますね。うん、で後ろ見ても先ほどと一緒で、いわゆるセンターボックスの仕様になってますね。特にこのあたりも変わりないかなといったところです。で素材感もやっぱちょっと張りがありますし、はい、このあたりも変わらないかな。そうですね、まあ、さっきのオックスフォードシャツとほぼ同じですね、うん、ほぼ同じ、まあ、柄ストライプ柄になってプルオーバーになったよっていう商品になっています。ということでこちらのシャツのシルエットをどうぞ。 L サイズ着用でこれぐらいのサイズ感シルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでね、今回被るタイプのプルオーバーになったということで、先ほどのシャツと比べても身幅が出ていますね。基本的にプルオーバーってね、ここの身幅が結構ね広くなるものなんで、まあ、まさにといった感じで着丈とか袖丈とか袖幅とかは先ほどと変わらずといった感じになっております。某ローソンの店員さんっぽいですぽいよね、はい、ファッションってイメージがね先行するものなんで、おしゃれな格好をしていたとしてもなんか特有のイメージを持ったアイテムとかを使うとおしゃれに見えにくかったりするものなんです。というわけでこちらのシャツどんな人におすすめでしょう。まあ先ほどのシャツで結構難しいなっていう印象だったのに加えて、さらにストライプが入ってきたっていうところでより難易度上がってるんで、こちらもなかなかねおすすめしにくいかなといったところです。続きまして、エクストラファインコットンブロードチェックシャツ2990円。はい、まあ、こちらもユニクロの代表作的なシャツ、エクストラファインコットンブロードシャツを半袖にしたよって、はい、でチェック柄にしたよっていうアイテムなんですけど、うん、もうほとんどさっきと一緒で、まあ、ボタンダウンカラーになったりとか、まあ、ポケットがついてる、でもね綺麗に合わせてくれているよっていうところだったり、うん、後ろ見てもセンターボックスの仕様になっていると、はい、はい、ここですね、はい、ということでデザイン的にそんなに話すところはないんですけど、まあ、今回エクストラファインコットンっていうところで、まあ、コットンの中でもかなり高級な、素材になっています。そもそもコットン自体結構高級な天然素材なんですけど、まあ、その中でもいい素材を使っているっていうところで、まあ、ユニクロこれで3000円というのはやっぱ考えられない価格だと思いますね、うん、まあ、本当にいい素材なんですけど、やっぱ半袖シャツって難しさあるアイテムなんですよ、まあ、これ実際着用すると、まあ、より分かりやすいと思うんで、これが難しいっていうところが、はい、うん、まあ、実際の着用を見ていただきたいなと思います。L サイズ着用でこれぐらいのサイズ感シルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろはこんな感じです。はい、ということでね、先ほどまでのシャツと比べるともうパッと見の印象でちょっとね細長くなったんじゃないかなと思います。身幅もちょっとだけねタイトになっていますし、着丈もねさらに長くなっていて、まあ、袖丈とかはそんな変わらないんですけど、全体の印象がちょっとね横がコンパクトになって縦が長くなったっていう印象になっています。よくある半袖シャツのシルエットって感じです、うん、確かによくあるよね。まあ、半袖シャツちょっと工夫しないと着こなし難しいアイテムなんで、もうちょっとなんかね着こなしやすい方がいいんじゃないかなと思います。というわけでこちらのシャツどんな人におすすめでしょうか。まあ、やっぱすごくいい素材使ってて、うん、まあ、大人っぽいんですよ素材感でいうと、はい、でもやっぱ半袖シャツっていうところで特有の子供っぽさがありますし、うん、そこにさらにチェックってなってくると着こなすのは本当難しくなってくるんで、まあおすすめっていうほどおすすめはしにくいかなといったところになっています。発色もめちゃくちゃいいんですけどね。そうなんだよね、はい、素材ピカイチなんですけどね、うん、なかなかおしゃれには着こなしにくいかな、レベル高いかなといった印象です。続きまして、リネンコットンスタンドカラーシャツ2990円。はい、今度は素材がコットンでもなくて、リネンに変わったと。リネンってまあ夏のね高級素材なんですよ、なのでやっぱりリネンでこの値段でやってくるのはさすがユニクロといったところなんですけど、まずねユニクロってプレミアムリネンシャツがあるんですよ、うん、あっちの方がもっといいんですよね素材、はい、まあ、確かにこれで十分コスパ破壊してるんですけど、プレミアムリネンシャツのが良くないっていうのがあるんで、ちょっとそれを知ってる身からするとうんっていうところはややあるんですが、なるほど、まあ、あっちはリネン 100% で、はい、こっちはリネンとコットンのコンボ素材っていうところでね、まあ、ややそこだけ気になるかなっていうところ素材あるんですけど、デザインの話でいくとネックが今度はスタンドカラーになっています。あの襟をちょっと省略したような形になっていて、はい、ややカジュアルな印象とともに、まあ、ここの襟なくなることによって肌の露出も増えるんで夏っぽい印象を出すことができる、まあ、夏に結構役に立つネックの種類ですねになっています。でポケットがついていて、後ろはですねちょっと変わって
センターボックスではなく、いわゆるサイドプリーツっていうディテールになってます、うん、まあ、こちらも同じく肩が動かしやすいようなディテールになっていますね、はい、ということでこちらのシャツのシルエットをご覧ください。 L サイズ着用でこれぐらいのサイズ感シルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろはこんな感じです。はい、リネンコットンスタンドカラーシャツなんですけど、まあ、のオックスフォードのプルオーバータイプみたいな形になっていて、身幅はねちょっとあるんですけど、着丈がめちゃくちゃ長いとか、袖丈長いとか袖幅太いっていうことはなくて、プルオーバーぐらいのサイズ感シルエットになっています。僕がよく行くスパ施設の館内着に見えてきました、はい、どこのスパ施設わかりますか、このでもちょっと館内着感っていうか、はい、スパ施設のちょっとスタッフさんが着てるような感じあるよね、うん、こんな感じのよく着てるよね。着てますね。確かになんかちょっとそんな印象あるなっていうのは僕も若干感じてました。というわけでこちらのシャツどんな人におすすめでしょうか。やっぱり難しいなっていうところは拭えないんですけど、まあ、今まで紹介したシャツと比べたらまだちょっと使いやすいかなっていうのはありますね。無地だし、はい、まあ、リネン入ってるし、うん、夏っぽいスタンドカラーにもなってますし、うん、ただやっぱ素材でいうとプレミアムリネンのがいいし、うん、あのプレミアムリネンシャツって長袖なんですけど、はい、リネンってすごい涼しい素材なんで、それまくると割と夏でも着れるんですよ、はい、長袖シャツまくって着るのかっこいいし、うん、合わせやすいんで、だこれ買うんだったらそっち買っといた方がいいんじゃないかなっていうのがちょっとあるんですよね、うん、なのでなかなかこれもちょっと引っかかる部分があるなといった商品です。なるほど。続きましてプリントオープンカラーシャツ2990円。はい、今度はですねレギュラーカラーでもボタンダウンカラーでもスタンドカラーでもなくて、うん、オープンカラーのシャツになっています、はい、まあ、いわゆるアロハシャツとか、うん、こんな感じのオープンカラーのシャツってすごく多いんですけど、どんな特徴があるかっていうと、まあ見ての通りここら辺がね空いてるんで肌の露出ががっつり増えます。なのでより夏っぽさが出せるということで、半袖シャツといえば割とオープンカラーって鉄板なんですよ、うん、季節感出しやすいですし、まあ、実際涼しいですしね、うん、ちょっとラフな印象も出せて、まあ、夏によく見る襟の種類になっています。で今度はポケットないですね。おポケットがなくなって、はい、後ろ見てもこんな感じで結構ねミニマルな仕様になっています、うんうん、センターボックスがあるわけでもサイドプリーツがあるわけでも、はい、なんですけど、まあ、プリントということで、はいはい、こんな感じでグラフィックが入っていますね。まあ、このグラフィックが何なのかちょっと若干分かりにくいんですけど、まあ、ボタニカル柄ではありますね、うん、をモノトーンで入れてるっていうのがね、はい、とてもポイントで、まあ、ボタニカル柄自体すごいトレンドではあるんですけど、それをね、まあ、発色綺麗なままグラフィックガンガンでいくとちょっと難しいって思う人もいると思うんですよ。そうじゃなくてモノトーンで落とし込むことによって誰でも着こなしやすいようなバランスになっていると。でこれ素材レーヨンが入っていて、ちょっとね、はい、綺麗な光沢感プラス落ち感もあるんで、うん、まあ、今まで紹介してきたシャツとはややね毛色が違ったアイテムになっています、うん、あとユニクロにしては割と攻めたデザインですよね、うんうん、確かにユニクロってもうほぼ無地じゃないですか、うん、柄があるとしても一般的なストライプだったりチェックだったりとか、うん、すごいオーソドックスなところが多いんですけど、こちらはねこんな感じでなんか本当ブランドっぽいグラフィック入れてくれて、うんうん、はい、こんなのユニクロにあったんだって思う人も多いんじゃないか。いや、本当ですよね。これ気づかないとね、これパッと見だとユニクロって思わないよね。うん、思わない。このなんだかよくわからない柄感もいいですよね。なんだかよくわからない本当に、うん、まあ、ここら辺はまあ葉っぱで分かったりするんだけど、はい、よくわかんない部分も多くて、うん、で商品説明見てもなんかよくわかんないこと書いてあって、そうですね、何柄なんだろうとちょっと思うんですけど、はい、まあ、合わせやすいですし、とはいえ、うん、無地とは全然違って主張もあるんで、うん、本当にトレンドライクに着こなしやすいデザイン、うん、でおまけに素材感もいいというところで、うん、まあ、結構期待できるシャツなんですけど、まあ、実際の着用も皆さん気になると思うので、はい、ぜひそちらご覧いただければなと思います。はい、L サイズ着用でこれぐらいのサイズ感シルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろはこんな感じです。今回のこちらのシャツは、まあ、レーヨンが入ってるっていうこともあって若干ね素材の雰囲気が違って、それに伴ってシルエットも変わってきてるんですよ。レーヨンがあるとテロンとした素材感になって落ち感も出てくるんで、全体の印象っていうのが寸法とはね結構変わってきます。着丈はそこまで、ね、長いわけじゃないんですけど、身幅結構ありますし、袖丈もね長めになっていて、カジュアル用でねすごい使いやすいシャツに仕上がってます。まあ襟がねオープンカラーになっているっていうこともあって夏感も強く出せますし、夏に着れる柄シャツ探してるって人にはね特におすすめなシャツです。本当はこのシャツをねサイズアップしてもっと今っぽいシルエットで着用したいところなんですけど、肩がね若干ここがね張るような作りになってしまっているんで、ここでサイズアップすると結構この張りが目立ってしまうんですよ。なので、こちら購入したいなんていう方の人はめちゃくちゃサイズアップするっていうのはあまりおすすめじゃなくて、まあワンサイズアップぐらいに留めておいてリラックスフィットシルエットぐらいで着用するのがおすすめです。
とはいえユニクロの中では一番シルエットが綺麗ですね。うん、適当に羽織っても結構様に見せることができます。柄シャツ探してるんだったら割とありですね。というわけでこちらのシャツどんな人におすすめでしょうか。まあ、グラフィックのシャツ探してるって人もこれ一択ですね。ユニクロの中でも特におすすめできる半袖シャツはこちらです。最後におまけです。はい、こちらですね、はい、ウルマさんと共同プロジェクトでやっている ZOZO タウンで始めた僕のブランドの新ラインのシャツなんですけど、ちょうど半袖シャツ作ってたっていうことと、あの価格帯がまあ大体ユニクロぐらいで買えるお値段で、まあ、ZOZO でもすごい人気だったんで、まあ、簡単にね紹介しちゃおうかなと思って、うん、まあ、とはいえそんなまあ今回の動画ユニクロを見に来た人がほとんどだと思うんで、まあ、シルエットだけでもね見ていただければなと思います。はい、ということで実際に着用してみました。 M サイズでこれぐらいのサイズ感シルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、で後ろはこんな感じです。はい、ということでこちらの半袖シャツなんですけど、まあ、半袖シャツというには結構袖丈がっつり長めになっています。まあ、ブランドものとかの半袖シャツって、まあ、基本的にはねもう本当大きいものばっかりなんで、まあ、そういうのを普段から買ってる人からしたらねすごく普通に見えるとは思うんですけど、普段ユニクロとかで半袖シャツ買ってる人からするとめちゃくちゃね袖丈長いなって感じられるかもしれません。でもやっぱ半袖シャツって着こなしがすごい難しいアイテムなんで、これぐらいシルエット大胆に攻めてあげた方がバランスは取りやすいんですよ。まあ、これ袖丈長いですし袖幅も太いですし、身幅もねしっかりとあります。で着丈はそれに対してそこまで長くない設定になっているんですけど、まあ、パッとねこんな感じで羽織るだけで明らかに様に見せやすいですよね。まあ、今までのシャツとかと比べてみてもらえても分かりやすいかなって思うんですけど、簡単に雰囲気が出るそんなシャツになっています。スリットとかもついていて、実際これで外歩くと風でなびいてくれてシャツのドレープ感とかもより出すことができますし、より雰囲気をね出すことができるんで、とても着用しやすいシルエットのシャツになっています。今っぽいです。今っぽいですよね。ちなみにこちらのシャツと、同色同素材の、セットアップのパンツを今着用していて、まあ、これで合わせるとね簡単にコーディネート決まるようになっています。中に入れているのはレイヤード用のタンクトップ入れていて、まあ、これね上下セットで着用しても税込みで9,900円で、レイヤードのタンクトップまで入れても多分1万1000円とかかな、まあ、もうちょっとかかるかもしれませんが1万1000円2000円ぐらいでね、手に入れることができるんで、まあ、このコーディネート見て気になったなって、このままの格好したいななんて思った方はぜひねチェックしていただければなと思います。概要欄にリンクを貼っておきます。僕の YouTube チャンネルでは次の洋服何買えばいいんだろうテーマに、さまざまなアイテム実際に購入して本当におすすめできるものだけを厳選して紹介しています。誰でも確実におしゃれになれるよう情報を発信していますので、今にももっとファッションを楽しみたいなんていう方はこの機会にぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ちなみに僕の YouTube チャンネルでは以前ですね、まあ、先ほど紹介したうちのね半袖シャツだったり、それとセットアップで使えるスラックス、レイヤード用のタンクトップに、あと今僕がここで着用している T シャツをね紹介した動画なんかもあるので、そちら気になるなんていう方はぜひ概要欄にあるリンクからそちらもね一緒に見ていただければなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。